FM のワンをお聞きのリスナーの皆様、こんばんは。飛行機アイランド第11便、今夜も FM ギノワンスタジオから約1時間のフライト、皆様ご搭乗の方お急ぎください。この番組は今お聞きのラジオ797メガヘルツ、79.7 メガヘルツ他パソコンやスマホからツイキャス、ユーストリームで聞くことができます。また FM ギノワンではギャラリー見学もできますので、お近くの方はぜひ遊びに来てください。はい、番組の進行は、ラジオネーム三毛猫好きの犬とアシスタントの鈴とアシスタントでミキサーのショーの、この3人でお送りします。はい、緊張しちゃった、はい、なんかね、あの先週、ね、先々週くらいね、あのダメだ、俺が緊張してた時にボロクソ言ってなかった。だからね、言えないね。なんか実際こんな大人数でやるとダメですね。ですね。うん。はい。今日はですね、ゲストの方が2名、はい、来ておられます。はい。元航空自衛隊の、戦闘機パイロットの方で、まあ、ラジオネームというか、そのツイッターネーム、空飛ぶたぬきさんと、はい、あと、番組のリスナーさんで、今日は本土の方から、沖縄に来ておられるミッチーさんの、2名ですね。はい。で、今日は、まあさって那覇のエアフェスタなんですけど、まあ、こちらに絡みまして、まあ、F15 と、まあ、航空祭とかの話を中心に、進めていこうかなと思います。はい、飛行機アイランドではメールやリクエストを募集しています。飛行機や空にまつわるお話や思い出、飛行機や空のことへの疑問や質問、番組テーマの要望のほか、直接飛行機に関係ないことでも OK。メールの宛先は、79.7@間違えた。もうおかしいね。いやいやいや。ダメだ。797。ごめん、797じゃなくて、ごめんなさい。ね、これおかしい。アイランド、ISRAND。あ、抜けてるね。アイランドですね。すいません、これ、もう Q シート書き直すの間違えた。さっき直ったんですよ。あ、そうなんですか。あ、じゃあ、はい、じゃあすいません。言いません。メッセージの宛先なんですけど、今日から、番組用のメールアドレス。ごめんなさい、ちょっとこれ Q シート。変えたんですか？うん、変えて、Q シートに反映させなかった。ごめんなさい。はい。はい。メールの宛先は、アイランド、ISALAND@FMギノワン.com、アイランド@FMギノワン.com です、またツイキャスの、コメントもお待ちしております。飛行機アイランドは航空ファン、航空関係者が集まるお店、那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りします。はい、またいつもと変わらないグダグダな感じで、はい、いや今日やばいはずで、なんで勝手に書いてるんですか。いや勝手にって嘘。リスナーさんから要望があったわけさ。あ、嘘、伝えて。いや、あってようやく、メールアドレス作って、でさっきね、FM ギノワンのスタッフの米峰さんといろいろちょっと調整してて、うん、使えるようになって。そうなんだ。だから Facebook の番組紹介の方には書いてるんだよ、うん、ごめん、だからこっちには反映しなかった。それ関係ないね。私がグダグダだからなんでだろう、ね、さっきだから教える。そうだね、うん、変更する。いやいや、うん、さっき変更する時間があったので、うんうん、ごめんなさい。いや、私もごめんなさい、カミカミで。まずは今週のニュースと、はい、まあ、今週、過去に何があったかっていうやつなんですけど、はい、過去特に面白いことなかったです。今週は過去、私の過去違う。あ、そっちも興味があるんだけど、うん、違うよね。なんだろう、はい、飛行機の過去、そうそうそう、航空ニュース、まあ、過去何があったかみたいなの、うんうん、基本僕は墜落事故とかそういうのは取り上げないんで、うん、それ以外で何かあったかなというのが今週1週間は過去になかったです。あ、そうなんですか。まあ、唯一あるとすれば、今日だ、1972年の12月4日に、はい、アポロ17号だったかな、最後の月面着陸、うんうん、有人月面着陸が行われた日らしいですね、ぐらいで。まあ飛行機思いっきりもう飛んじゃってるんだけどアポロって。そうですね、うん、で、まあ過去の方はそんな感じで、はい、まあ、今週のニュースで、まあ、これもちょっとあまり消化したら、はい、ゲストさんの時間がなくなっちゃうので、はい、まあ、一個面白いと思ったのが、うん、空港に大型貨物機3機置き忘れ、持ち主探しマレーシアって、 CNN さんの方からですね、なんかマレーシアの
クアラルンプール国際空港で、ボーイングの大型貨物機 747-200 不型機、3機が相次いで置き去りにされ、空港当局が地元紙に広告を出して持ち主に名乗り出るよう呼びかけた。まあ、これ、後からの記事だったらなんかあの、貨物機実際2機で1機は旅客機みたいな大きい荷物ですね大きい荷物しかも3機とも貨物機だったはずですよ。あ、そうなんです。あ、じゃあ3機、3機とも、もともと旅客機だったやつの、はい、いわゆる BCF ってやつで、あー、なるほど。で、3機のうち2機が、ルフトハンザだったかな。1機は最初はフィリピン航空だったのが、はい、点々と回ってその、うん、最終的にはアイスランドの会社が持ってたっていうふうに、ところまでは一応情報は出てきてるんですね。素晴らしい。さらになんかそこにマレーシア航空が絡んでるんじゃないかみたいな記事も書いてあったんで、ちょっとそこがいまいちよくわからないんだけど、ね、絡みまくってますねというか、そう、あので、あと見たのが一機のうちあのエンジンが1個取られてるっていうのは、まあエンジン一番金になるんで、でしょ。いや、だからお金になる、よくあるじゃん、金属駐車場に停めてた車が、うんうんうん、あの下にあのブロックを置かれてタイヤだけ取られてるみたいな、なんかそれを想像したんですね。はいはい、ありますね。というかさ、クアラルンプール国際空港ってそんなあのずさんな管理なんですかね、これ。うん、なんか最後その駐機あのここ止めるよみたいな、そういったのもあのなんだろう、書類とかそういったのないんです。ありますあります、うん、ありますよね。普通あります、あります。で、そういうので、うん、あの、まあ、最後にだからどこの航空会社のどこの機がみたいなのが残っているんじゃないかなって、やっぱり日本な感じで考えちゃダメなんですかね。でかい国だな。まあ、まあ、でもこれ持ち主が出なければ結局あの売りに出されるっていうことらしいので。そうなんだ、リサイクルするんだね。そうそうそう、あの多分墓場に行くかなんかで。 そっか、その売ったお金ってどこに行くの、うん、いや、それはもうあの、まあね、このクアラルンプール国際空港がその、駐機料の方としてに充当するってことだと思うんだけど、うん、何年も放置ってやるとエンジンかかんのかな。そうなんですよね。結構錆びてたりとか、オイルが固まってるとか、うん、燃料腐ってるとか、うん、だから1年以上気がつかない方もどうかと思うんですけどね。あの一定の場所に置かれてるってこと？そうそうそう。え、片ず、うん、寄せることもなく？うん。ええー。いや、だからこれ結構、うん、それはすごい。うん、なんだろう。なかなか面白い話だなみたいな。うん、で、そう、あともう一つが、まあ、宜野湾市といえば、まあ、結構ご存知の皆さんも多いと思うんですけど、はい、あの某飛行場への、あのレーザー照射をしてた、犯人が捕まって、でその自宅がこの宜野湾市内にあるっていうことですね。あれ、そう、レーザー照射なんかすごいあのネット上、まあ、というかツイッター上とかでもいろんな意見とかあったんですけど、あれパイロットから見て実際どんな感じ。ね、いや、もうあれですよ、あの、はい、懐中電灯をパーッと向けられたような、はい、そういう感じと全く一緒です、ね、そうなんですか。だからもう目の中に光が入っちゃうんで、うん、もうその色になってしまう、はい、で例えばそれが夜間とかだと、うん、その光の強さにこう網膜っていうんですか、絞りがもうそれ慣れてしまいますので、うん、パッとその光なくなった時にこう、うん、暗順能っていう、こう、うん、真っ暗でこう見えないっていう状態になります、ね、うんうんうん、コックピットってのは夜やっぱ暗くしてますので、はい、そこに突然強い光が入ると、まあ、目くらましな状態になって戻るのに何分間かかかるっていう状態になります。あ、いや、なんかあのネットで今日見たのが、そのレーザー照射で飛べなくなるようなあの軍用機なんか意味があるのかみたいな。まあでもそれはあの要はなんか別の意味があって、要はあの戦地で要はそういう妨害で飛べなくなるんじゃないかみたいなことが、はい、あの書いてあったんですね。まあでも普段のその人の発言からするとそっちの方向に捉えられなかったみたいで、はい、ただだから、まあ、真面目に考えたらでも今後そういったことへの対抗措置みたいながやっぱ取られていくってことなんですかね、飛行機の。難しいと思いますね、難しいですかね、結構やっぱ、うん、じゃあ強い光に和らげるためになんかバイザーというか、はい、こうサングラスでもいいとすればいいんでしょうか、うん、逆にじゃあその光、強い光がないときに見えなくなっちゃうので、はい、あ、うん、基本的にはすりガラス、ただすガラスなんですよ、はい、素のガラスなんで、うん、それを黒くしたからって言ってじゃあ今度逆に見えにくくなっちゃいますから、必ず何にしろやっぱ光は通してしまう。そうですね、うん、やっぱどうしようもないっていうところあるんじゃないですかね。そうですよね、そういう想像して作ってないんで、うん、飛行機もね、まあ、というか、まあ、レーザー照射はあの本当あのガチで危険なので皆さんやらないように、真似をしないようにということですね。見てる人はやらないんですか。多分、いや、たまたま聞いてるその要は、例えばカーラジオとかで 79.7 メガヘルツで聞いてるこの、うん、あの辺りの人っていうのも多分いますので、うんうん、はい、そうですね、まあ、ツイキャスで聞いてる方は多分、まあ、やらないと
やる人はいないと思うんですけど、わ、はい、かりました。では一旦 CM の方に行きましょうかね。はい、お聞きの放送は FM 宜野湾のスタジオから生放送でお届けしている飛行機トーク番組飛行機アイランドです。番組ではメッセージやコメントを募集しています。飛行機や空にまつわるお話や思い出、飛行機や空のことへの疑問や質問、番組テーマへのリクエスト、その他直接飛行機に関係ないことでも OK。 メールの宛先はiland@fmgino1.com です。はい。はい。それでは、皆さんお待ちかね、特にツイキャスで聞いておられる方、お待ちかねですね。元航空自衛隊 F15 パイロットの、空飛ぶたぬきさんと、番組リスナーさん、今夜ゲストとして出てくださるミッチーさんです。では、まず、空飛ぶたぬきさんから、自己紹介の方、よろしくお願いします。あ、ラジオ聞いてる皆様こんばんは、沖縄の地は久しぶりというかですね、数年ぶりになります、空飛ぶたぬきと申します。日頃ツイキャスとかですね、ツイッターではいろんなお話とかですね、ツイキャスをご覧になっている方もいらっしゃるかと思いますが、ラジオで初めての方改めまして、本日はよろしくお願いいたします。元 F15 といってももう運年前ということで、年齢には触れないようにしていただければ幸いに思います。今夜は短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではミッチーさんお願いします。皆さんこんばんは、ミッチーでございます。普段千葉に住んでおりまして、飛行機とか鉄道とかバスとか、まあ、一般的には乗り物愛好家なんていう便利な肩書きをちょっと使わせてもらってます。まあ、そうすればどっかで取材を受けても別に困らないという万能なものを使ってます。ちょっと今フェイスブック自分の方見たらですね、ちょっと友達がなんか飲み屋でみんな集まってなんかライブビューイングやってるらしいので、嘘でしょ。いや本当にそう書いてました。これをビューイングしてるんだ。もしかしたらノッチフラップとか、まあ、いやノッチフラップではないですよ、はい、都内の方で、都内の方ですか、ということで、皆さんよろしくお願いします。なんか今日も普段より閲覧の人数が多いような気がするので。そうですね、普段の3倍あ6倍ぐらいありますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さっきちょっともうツイキャスのコメントがもう鬼のように来るから、そんなに本当流れて見えないんですね。全然見えない。ちらっと出てきたコメントで、まあ、下ネタダメですよみたいなのがあったんですけど、大丈夫です。もうこの時間だったら、全然結構沖縄のラジオとか、真っ昼間から本当、いろいろとね、某 FM 沖縄、某じゃない。全然某じゃないですよ。とか、言ってるし、で、僕の会社、の方でやってる番組も7時からも結構いろいろと夜の話とかもそれに近いのもしてるので全然、問題ないですね。はい、それでは早速、ツイキャスで聞いておられる方、まあ、ちょっと最初お断りしておきたいんですけど、やっぱり本当想像以上にコメントが多くて、普段だったら結構拾えるんです、ですけど、ちょっと今日はなかなか拾えないかもしれませんので、その辺ご了承いただけたらと思います。まずはですね、そう今日まあ、聞いておられる方に、普通にラジオで聞いておられるこの沖縄の方おられると思うんですけど、あさってですね、那覇の那覇基地エアフェスタ2015
が、開催されます。でそこで、まあ、プログラムとして空飛ぶタヌキさんが、昔乗っておられた F-15 戦闘機ですね、こちらの、まあ機動飛行、が2回か、うん、1回2回、去年はこれ1回しかなかったんですよ確か。そうです、去年1回だけですね、うん、だからちょうどこの、うん、もしあのプログラムがもし見られる、はい、ネット上で見られる方と、うん、確かね去年はこの救難ヘリ展示と F-15 の2回目がなくて、うん、ブルーインパルスだったんですね。そうですね、多分ブルーインパルスの代わりにということで、あと、機動飛行だけじゃなくて、展示機 の、 そのコックピットに座れるっていうのもあるんですけど、でちょっとその辺絡めていろいろまあなんだろうな、おすすめの見どころとか、すす例えばあと実際航空ショーで飛ばれたこととかってはあります。あ、まあ、その辺の話とかも、はいはい、あ、分かりました。されたそうだね、とかどっから話を振っていこうかなと、うん、どっから始まります、こういうのでもそれさっき打ち合わせしとけって言うんだよね、うん、あれだけ時間なかったね。そうだね。まあなんだろう、その機動飛行をやってる、パイロットの方とか、うん、例えばそ ど, ん、まあ、どんな感じって言ってもすごい漠然としてると思うんですけど、はい、そうですね、うん、基本的にはまず年齢的には割と若い方が多いです。大体航空自衛隊でパイロットになる方っていうのは、はい、高校卒業して4年間の教育を受けてなる方と、はい、防衛大学校とか一般大学校を出て、はい、から卒業してパイロットの方やっぱ3年ほどやって出られる方、大体に若い方で22から23、そんなに若いんですか、はい、で大学卒でも24、5、6ぐらいの方からスタートするんですね。そうなんですか、はい、で大体1年半から2年ぐらいで一般的に1人前になりますので、うんうんうん、そこからそうですね4年5年かけてぐらいですかね。へー、だから多分30前後は早いところでは27、8、9ぐらいでデビューする人もいると思います。うーん、逆に年取るとだんだんこう腰とか辛くなってくる。持たれるのがないんですか。一応背もたれあるんですけど、はい、背もたれにベターっと持たれてると操縦桿遠いんですよね。あ、それ私だけかもしれないんですけど、背ちっちゃいと操縦桿結構遠くにあるんで。そんなことないですよ、足長いじゃないですか。いやいやいや、こう腰は浮いてるんですよ、うん、背もたれのところが浮いてる状態でこうやりますので、こう背骨に重さがかかるんですね、うんうん、なんで人によってはこう背骨が潰れたりっていう状態になるので、だいたい若い方多いですね。そうなんですね。やっぱり40超えて50近くでも機動飛行とかされてる方もいらっしゃいます。はい、ただ那覇は多分、お若い方ですね、30代前後、うん、30前後ぐらいの方が多分出てデビューするんじゃないのかなという気がするんですけど、うん、まあ、それはちょっと飛行隊によりけりかもしれません、うん、なるほど。で、今ちょうどツイキャスのコメントの中でですね、その飛んでるパイロットの方はその会場にいる来てる人たちを飛んでる時に 見ることできるんですかみたいなのがあったんですけど、あ、どうなんでしょう、認識できるんですか、ね、見ようと思えば見れます。見ようと思えば見れる、うん、見ようと思えば。あ、ただ、はい、そんなぐるぐるぐるっとこう、ね、こう高い軌道で回ってるような時に見ようとするはしませんけど、やっぱりフライトに集中しますけど、はい、例えば単に通過するだけとかですね、はい、ちょっと余裕がある時なんかはやっぱり周り見てますよね。あ、はい、あ、そうで、まあ、航空祭じゃないんですけど、まあ、僕とか普段、瀬長島とか行って、飛行機撮ったりするんですけど、で、まあ、結構近いんですよね、はい、でその着陸中、まあ、もしくは離陸中のパイロットから、はい、あ、なんかまたあいつあそこで撮ってるぜみたいな、 そんなそこまで見えたりするもんなんですかね。見えますね。見えます。でも思ってるんじゃないですか、うん、一般のね人間だし、なんか、はい、でしかもやっぱ見えますよ普通に、うん、コックピットから、ね、例えば、はい、うん、こちらから撮る側から見えてるってことは、はい、撮られる側からも見えるわけで、あ、ただあ、今日もあの人がいるな、そこまで見てるかどうか、まあ、そこまでは人によりけりだと思います。例えばその結構若い子とかだと、うん、なんかと離陸するときに、あ、なんか撮ってるやついるな、じゃあちょっとこうやってやろうみたいな、あ、手振ってやろうぐらいはあります。あ、手振ってやろう、はい、やっぱりこう手をちょっとこう振って出ていくとかですね、はい、あ、離陸前でちょっと余裕があったらスピードブレーキポンと、ちょっと背中ドーンと開きますから、うん、そういうのやったりとか、そういうのはあります。まあ、でもそう、あ、で、ちょっと航空祭の機動飛行の話に戻すんですけど、あれは、もうきっちりプログラムどう飛ぶかっていうのが決まってて、はい、なんかちょっとそれにそれたような
行動、あの動きとかっていうのは、はないです。ないです、はい、全く。やっぱあの、うん、この、まあ、スケジュールネット上で今ご覧になってる方がいると思うんですけど、はい、時間が基本的に決まってるんで、はい、その中で何をどこで入れるかっていうのはもう分単位でやっぱ決まってるんです、ね、だからこう予定にない起動すると怒られちゃいます、はい、怒られちゃうんですね、はい、もう完璧に、はい、そうです、その言われて、ま、学んだものをやってるってことですか、はい、そうですね、あの起動飛行のパターン図、まあ、作図するんですけどね、コンパスとかで、はい、作図して実際にやって時間を測って、これで OK ってなったらもう航空祭の1週間2週間とか1ヶ月ぐらい前から練習します。毎回同じパターンを何回も何回も練習をして、本番はそれと全く同じことをやるんですね。で、あの当日色気を出すとか、うんうん、ちょっとお客さん多いからこれやってやろうなんてことを考える人はまず機動飛行のパイロットにはいないです。そういうタイプは機動飛行のパイロットにはまずならないです。へ、怒られちゃいます。怒られるというか、こう色気を出すと失敗するんですよ。色気を出すとこう事故が起きたりとかってなるので、はい、気を抜くっていうことにね、つながるってことですよね。そうですね、ブルーインパルスなんか特にそうなんですけど、うん、いつもやってること、いつもやってる練習は 100% の力を出して、はい、本番は8割9割でやるっていう言い方があるんですね、まあ、ちょっと言い方違うかもしれない。普段 150% でやって本番100かもしれないですけど、うん、本番っていうのは今までの練習よりも少し肩の力を抜いてやりましょうねっていうやり方ですね、うんうん、そうするとやっぱミスとか、あの危険な状態っていうのは少なくなるんで、うん、そういうやり方してますね。おー、なるほど。で、ごめん今なんかちょっと聞こうと思ってたことをあのすごい忘れちゃったよくあるよねよくあるんですかあるような気がする。あれさっき何言おうっけ、言おうとしてたっけとかね。ありある。いや今2人あの今日ちょうどあのスーちゃんが結構いろいろ話進めてくれるから、うん、あのツイキャスのコメントで何かいいのないかなってをずっと見てて、うん、あこれちょっと話そうかなと思って、いざ話が終わって話そうとした時にどう忘れちゃった。じゃあ私聞いていいですか。あどうぞどうぞ。あのこの観客と飛行機の、まあ、こうあと飛んでる間の一番短い距離ってどれぐらいなんですか。まあ多分制限で決められてると思うんですけど、はい、お客さんとの距離でこんだけ離れなさいっていうのは実は得はないんです。ないんですか。実はないんです。ただあの一般的に言われてるのは、お客さんがこう中期地区ってあのコンクリートの広いところにこういっぱいいらっしゃいますよね、はい、その中期地区に飛行機の軌道、その線がこうかからないように軌道するっていうのは基本なんですよ。要するにお客さんの上でを飛ばない、うんうんうん、必ず上は必ず外して飛ぶっていう基本があります。そうなんですか、はい、で大体ほとんどの軌道飛行、まあ、飛行場によっても違うんですけど、はい、こう飛行場上空に入ってくるときっていうのは滑走路の上を入ってきます、はいはい、そうするとあのお客さんは中期地区にいますからちょっと離れますよね。そうですね。で滑走路よりお客さん側には寄らないようにっていうようなやり方でやってるところが多いですね。そうなんですか、はい、であまりにも滑走路がその中期地区と近い場合は、うん、その外側のあの飛行場のこう柵っていうんですか、あの金網の柵、それを見立ててそこに侵入するっていうようなやり方をしている場合もあります。へえ。あ今の近いなって思っても、はい、真上ってことはないです。そうです。どんな感じなのか、はい、なんとなくね、あの分かるような気はするけど、実際ね、あの直接行ったことないので、どれぐらい近いのかなと思って。あただやっぱり機体が例えば15とか大きいんで、うん、もう実際にその飛行場上空、あのお客さんの上は飛んでなくてもすごい近く見えると思います。そうなんですか、はい、やっぱこう真正面から見るとやっぱり鉛筆というかすごく薄っぺらい形してるんですけど、はい、いざこう飛行機がこう旋回するときにこうお腹とか背中が見えるんですね、はいはい、するとこうかなり大きいので、うん、全体的が見えると、全体が見えるとあでっかいってやっぱ思うと思うんです、ね、へえ。じゃあ楽しみですね。見に行きます。行くんですか。行きます。私あさって、うん、行きます。8時からは行かないです。私もちょっと8時からは怪しいから行かないですよね。8時早い。でもオープニングフライト見ると8時からですよね。そうですね、9時ぐらい、まあ、僕はもうちょっと遅れていくかな、うん、僕はもう先にあの場所取りやっぱしないといけないから、ね、もう結構並ぶ、去年並んでたんですよね。朝6時半7時ぐらいに行ってだいぶ並んでたから、あ今年はもうちょっともっと早く行かないといけないなみたいな感じで気持ちは行きたいですけどね、うんちょっとツイキャスのコメントでですね、はい、演目は誰が決めるんですかっていうのが来てたんですけど、あのその、まあ、多分飛行の演目、いろんな飛行の演目ですか、はい、軌道飛行のパターンじゃなくてどういうことでやるかっていうことですかね。多分そういうこととか、まあ、パターンも含めてかなと思うんですけど、大体あの航空祭をやる、うん、まあ何ヶ月も前に
航空祭の実行委員会みたいなのができるんですよ。はい、でその中であの飛行機の運用に携わる部門の、まあ、偉い方たちが集まって、はい、今回はこの時間帯でこれをやろうということを決めます。でこれをやろうっていうのは非常に大まかで、はい、例えばたくさん飛ぶ、まあ、合同編隊をやろうとか、ここは機動飛行をやろうっていうと、うん、そのフライトを実際にやる今度は飛行隊の人にそれを渡して中身をお前たちが決めなさいみたいな感じになってます。ただ沖縄那覇ですとあの合同編隊がこう10時半から今年あるみたいなんですけど、こういうのはあのいろんなこう他の飛行機も呼ばなきゃいけないので、その辺の調整なんかはその委員会がやったりしてますね。はいはい、あなるほど。結構あれあのその偉いさんって言ってかなり上の方の人だ。上の方ですね。上の方ですね。もう指令クラス、あそこまでいかない。指令と呼ばれる人は一人しかいない。あ、まあそうですね。はい、その下の幕僚ってまあ一般的に言うんですけど、はい、まあ、いろんなこう部門のプロフェッショナルの方ですね。飛ばし方のプロフェッショナルだとか、はい、整備や補給のプロフェッショナルとか、はい、そういった部門のプロフェッショナル集団で、まあ、考える。なるほどですね。でちなみにあのこれって、仕事に含まれるんですか、通常業務に。あ、これは通常業務です。あ、に含まれる。含まれます。はい。なるほど。いや、特に、まあ、那覇基地とか今結構出動も増えて大変じゃないですか。はい、その中で、特に、まあ、通常業務もやりながらこういったのも、はい、ってなると結構大変なんじゃないかなと思って。はい、航空祭そのものがですね、はい、大きく言うと広報行事になるんですよ。うん、はい。まあ普通の会社で言えば宣伝、広報部門になるんで、はい、うん、規模は大きいんですが、基地を上げて広報活動をするっていう一つのお仕事なんですね。はい、ただ、はい、本業がもし忙しくなってしまった場合は、航空祭を中止するという選択ももちろんあります。なるほど、そうなんですね。はい、だから必ず毎年やるというわけではないです。はい、ほそういうことですね。だね、皆さん、はい、8時から夕方5時までの公務員の時間帯で、はい、この航空祭の計画とかやられてます、やっぱり。なるほど。まあ、実際それ以上かかってますけどね、やっぱり。あ、そうなんです、ね。そうですよ、かなりの練習しないといけないですもんね。うん、練習、まあ、練習はもちろんそうなんですけど、練習もちろんそうですね。やっぱ調整が一番大変ですね。うん、やっぱ何千人という人を動かして何万人と来られる人の相手をするっていう規模がもう大きいんで。ありとあらゆることを想定して、まあ、考えてやってますね。うん、なるほどですね。あ、ツイキャスコメントでファンサービスのため張り切ってオーバージーってあるけど、これやったらもう怒られちゃう。まあそうですね、怒られますね。怒られるっていうかアホって言われる。アホで基本アホですね。はい、アホで済むんです。はい、でも、うん、オーバージーをするその領域ってあるんですよ。はい、飛行機のスピードが、まあ、うん、遅いところから速いところまであると、こっから先のスピードを出すとオーバージーする可能性があるっていうスピードがあるんですね。はい、VA ってまあ一般的には言うんです。V アクティビティの略なんですけど、はい、それより大きい速度で起動しないようにするんですけど、うん、例えばアフターバーナー早く耐えちゃったとか、はい、加速が予定より早かったなんていう時に操縦桿ガーンっていくとそのままドーンっていってやっちゃいます。うん、あ、なるほどですね。はい、だからやっぱミスですね、うん。ミスに近いと思います。そういうことですね。はい、そのツイキャスコメントで2011年の震災で航空祭中止になったこともありますよねって。あ、そうですね、確かに、ね、あの時はもう全国的に総出でやってましたよね。はい、なるほどなるほど。航空祭だけじゃなくて、うん、駐屯地のイベントなんかでも、うん、もうとにかく人がいないから中止なんていうのは、うん、いくつか私の近くの方の駐屯地でも陸上自衛隊の方で特に普段その2日舞台いないとこでもありましたね。はい、ああ。全体的にやっぱりね、うん、そういうのに励むというかね、やっぱりね、本業がやっぱありますからね。うん、そうですよね。広報はやっぱり、うん、まあ、大事なんでしょうけど、その本来の主任務よりはランクは下がりますので。なるほどですね。そう、本業でもなしたんですけど、航空自衛隊じゃないんですけど、この間那覇に、海上自衛隊の艦艇が来てて、で、まあ、一般公開してたんですね。はい、でその時地方 の方に例えばいろいろ聞いてて、なんか昔はなんか潜水艦の展示も展示が来てたとかって言ったけど、はいはい、最近は忙しいから来れないみたいな潜水艦忙しいのかよって、あ、まあ、そうですねって、なるほどって、まあ、そこは察したんですけど潜水艦忙しいってちょっと怖いですよ、怖いですよね、正直言って潜水艦暇な方がいいような気がします、まあ、そうですね。そうなんですか。いや、まあ、はい、うん、見えないところで見えない相手、うん、あ、なるほどね、水の中っていう分からないところで分からない相手と何かやってるわけで、うん、よっぽど怖いですよね。かっこいいですね。でもかっこいいですね。いや、かっこいいかっこいいんですかね。うん、でもなんかイメージ的に
なんかお会いできないっていうか、あそんなに上がってこれないのかなとは思います、うん、忙しいわけじゃないんですね。それは上がってこれないというか、どこ行ってるかわからないって言った方がいいかもしれません。ああそうなんですか、はい、あどこにいるっていうのが分かっちゃうとダメ、うん、そうです。当然当然そうですよね、はい、そっか、まあ、同僚というか、まあ、知り合い、やっぱ会場さんの潜水艦の方とかいたんですけど、うん、あの奥様いらっしゃって、奥さんにじゃあ行ってくる、どこ行くの、さあって答えた多分実話だと思うんですよね。でどこ行かしっていうのは艦長だけなんですよ、うん、クルーは全員知らない。そうなんですか。観光で仕掛けてるわけじゃなくて本当に知らない、本当に知らない、で1回出かけると3ヶ月ぐらい帰ってきませんから。ですよね。なるほど、はい、亭主元気で、うん、元気なのかどうかもわからないぐらい留守っていう、だって連絡も取れないですしね携帯もつながりませんから、ね、そうですよね、はい、そういえば、そうなんだ。そういえば潜水艦はその、まあ、相手してる側の顔が見えないですけど、航空自衛隊だったら、うん、まあ、例えば外国からちょっかい出してきた相手の、まあ、顔が見えるというか顔まあそうですね、お互いパイロット同士見えたりするんですが、はい、結構そういったこととか、そうちょっと航空さんの話がそれて、うん、あのスクランブル、まあ、対領空侵犯の話になっちゃうんですけど、要は相手の、まあ、顔が見えるというか、そうですね、顔、うん、まあ、表情が分かるところまでは今来ませんけど、うん、やっぱり人の輪郭、あ人がいるんだなっていうのは分かると距離は行きますね、うんうん、近づきますね。結構まあ、某大陸の国はちょっと分からないんですけど、なんか、はい、ですね、あの北の熊の国、熊の国から あのお客さんはなんかいろいろ結構相手されてた。そうですね、当時は、うん、当時は、はい、なんだろう、結構実際、空の上でどれだけ、まあ、その緊張してるのかなっていうのが、で全く本当にものすごい緊張してる時もあれば、意外と例えばなんか以前おっしゃってたお正月とか、なんかちょっとふざけた感じになるとか、あ、まあ、得意な例、やっぱ基本はやっぱり、うん、緊張はしますね。あ、もうガチで。ガチですね。なるほど、はい、いざとなったらやっちゃうよみたいな。やっぱこう大領空侵犯出ていくときっていうのはこう、うん、まあ日本ですよね、うん、日本国の代表っていうか、うん、そういう形でやっぱ言ったセリフも機体のその動かし方もやっぱ決まってますので、うんうんうん、やっぱ変なことするとまあ、国際問題ですね、やっぱなりますので、で見てるのは自分とそのもう一人のウィングマンしかいない、うん、2機しかいない、2人しかいない状況でそれを判断するんで、やっぱ緊張度は高いですね、うん、なるほど。ちょっとあーってほっとするような事象もありますけど、基本はやっぱり汗だらだら、今も私汗かいてちょっと緊張してあ、まあ、これよりもちょっと汗かくぐらいのそれは多分今このスタジオの中 の、はい、気温が高いからかな、いいな、多分エアコンが基本は大丈夫エアコンが効いてない、はい、暑い感じですね。いつもよりね人が多いからね、うん、まあ、うん、そうですね、ですね。さてちょっと一旦じゃあちょっと CM の方行きましょうかね。お聞きの放送は、宜野湾ヒルズ通り沿いにあります、FM 宜野湾のスタジオから生放送でお届けしている飛行機トーク番組、飛行機アイランドです。番組ではメッセージを募集しています。飛行機や空にまつわるお話や思い出、飛行機や空のことへの疑問や質問、番組テーマのリクエストのほか、直接飛行機に関係ないことでも OK。メールの宛先は、アイランドアットマーク fmgino1.com です、はいはい、来週から直しますねこれ、はい、ツイキャスのコメントで
なまだあのエアコンいるのかとかって、はい、来てるんですけど、そうですね、この番組は宜野湾市、まあ、この沖縄だけじゃなくて、ツイキャスやユーストリームで全国の方もちょっと見てますの で, で、まあ、さっき部屋の中暑くてエアコンっていう話をしたら、まだ本土の方からまだエアコンいるのかって暑い、今日昼間も超暑かったです、うんね、しょっぱつけてたもん、だいぶ暑かったですね今日は東京の方も暑くてですね、はい、昼間24度とかなりまして、で那覇空港ついても23度なんですね、そうなんですかなんとも言えぬ、で今ちょっとスマホのアプリでですね、はい、アビエーションツールズっていうアプリがありまして、はい、これだと実は空港 の, 位置情報とか、うん、ウェザーが見れるんですね。で今ちょっとここから一番近いとこ普天間飛行場の、これ20時58分時点ですね、はい、現在気温が19度でになってますね。で湿気温度の方が14度なんでそんなに湿度は高くないかなっていう感じに今なってます。で一応風は360度、まあ、北から11ノット、うん、だいたい5メーターちょっとっていうところですね。でもあれだよね、うちなんちゅうって20度切ったら寒いって言うんだよね、うん、風によりません、うんね、風のこの量によってもね、うん、寒さを感じない時もあれば、そうそうそう、沖縄結構風が強いから、うん、そうですね、気温が、まあ、結構暖かいなって思うような気温でも意外と体感温度が低かったりするんですね、うんうん、低いですね。そうそうそう、だから明後日航空祭で昼間は暑いけど夕方になるとちょっと寒いみたいな感じかな。ひんやりしてきますし ね,、うん、ですね。遠征組の人なんかシャツ1枚だったりしてするんだけど地元の人は2枚着てるとかでなんとなく分かるとかいいです、ね、あと去年来た時地元の女子高生が普通に制服きっちり着込んで、はい、薄いマフラーしてたのが一番驚きました。あ、まあ、おそらく制服自体作りが違うんだろうけれどどうなんでしょう季節は12月ですからもちろんこの時期ですから、うん、そうですね、まあ、12月といっても東京だともう9月の末ぐらいのレベルになっちゃうので、うん、基本的にはちなみに、ね、ツイキャスコメントであるんですよ、うん、アシスタントの女性ほんわかして良いなって書いてます。ありがとうございます、うん、超嬉しい。そう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 、本当にカミカミだけどいいんだね。いやいやいや、じゃあカモ、うん、そういう意味じゃない、ね、さて、なんか今そこのコメント欄にうちはファンヒーター焚いてますってね、あ、どちらの方なんでしょう、どちら、寒いところの方、関東より北の方ですかね、どうでしょうね、うん、関東より北なんでしょうかね、うん、どこかちをちょっとコメントつけてくれるとありがたいかな、うん、あ、でも寒いねって書いてる人いますね。寒いねっても言いますね。あ、これうちのシェアメイトだえシェアメイト、あ、ハンさん、ハンさん、ハンさん、うん、あ、島根だって、島根、ああ、なるほど、ね、島根は、うん、そこはしっかりの、なんだろう、 どれの分だろう、直すのって、うん、あれか、あ、カミカミの部分じゃない、もしかして誰があなたの、どういう意味、誰のコメント、いや、多分そのカミカミとかは直しましょうねみたいな、うんうん、ことかも、そこはしっかり直しましょう、はい、直します。沖縄の人15度で寒いもんねって私の友達が書いてるんですけど、なんか都内の某ちょっと飲み屋さんでみんなで多分飲み屋の2階で聞いてんだろうなと想像はつきます。ちょっとお店の名前出していいのかどうかちょっと判断つかないので、うんうん、なるほどですね、ちょっとごめんなさい、マスターごめんなさいってところでお許しください。88さん多分うちなんちゅうか、まあ、沖縄内地の沖縄在住の方かなと思うんですけど、はい、沖縄寒いですってちゃんと、はい、うん、沖縄寒いです、はい、まだ外に出てないから、うん、こっちすごい暑いですもんね、うん、ですね、さて、うん、じゃあちょっと話を、はい、その航空祭の話に戻しまして、明日那覇のエアフェスタ、どういった、あ、明日だ、明後日、明後日の那覇エアフェスタで、どういった、まあ、展示機、飛行機飛ぶだけじゃなくて、まあ、地上に展示していろいろ見れるんですけど、どういったのが来てるかっていうのを、ミッチーさんの方から、はい。はい、実際、その場現場リポートですね。ですね、私飛行機乗るとき必ず窓側に乗ります。そして、まあ、できるだけ西に向かうときは進行方向の右側、北へ向かうときは進行方向の左側に乗るようにしてます。そうすると南行くときってブロッケン現象とか見れたりするんで、うん、ですね、で、今日は那覇南風だったんで、あ、して、うん、北風だったんで南側から入ってきました。で、当然気になるとなると着陸したらすぐ右側のまずアラートのところシャッター開いてねえかなとかその辺から始まるんですがむちゃくちゃマニア入ってますねで、今日ちょっとチラチラとこう見た感じなんですけれど、普段那覇にいない機材らしき、ちょっと空自の格納庫の方に
あの F2 がいたんですけど、ちょっと所属まで見えなかったんで、まあおそらく例年のパターンからすると追記なのかなと、うん、とあとですね、イルマの C130、 あとは、うん、イルマの、T125、 あとその後ろにイルマのじゃねえ、ミホの T400 と、うん、でちょっと離れたところにミホの YS、 これもうそろそろ終わりでしたよね確かね。バイアスも終わりですね、うん、もう終わりっていう、そんな感じの機材がいるのが見えました。あと何が来るのかちょっと、もしかしたらこれが外来機全部なのかもしれないし、うん、普段だとあのアシアの T4 とか来るんですけどね、どうなんだろう。あと100里の RF4E とか。なるほど、すごいですね。そんなにはっきり見えるんですか。まあ、意外と、まあ、飛行機は見えるし、まあうん、やっぱりほら見てわかるんで。そうですね。あとまあ去年みたいに YS の EB が飛ぶとかやってくれるあんのかななんてちょっと思ったりもしてるんですが、さすがにどっかの国がちょっかい出しに来るとはいや、なんか去年小松かなんかで確か、うん、あったんですか、お客さんに航空祭の時に本番見せたっていう話を聞いてます。まあ、那覇の場合は確か報道をアラートに入れて取材で訓練見せるつもりが本番見せたっていうのはニュースで確かやってたので、うん、なるほど、うん、そうで、まあ、ただ展示してあるだけじゃなくて、那覇の場合あの F15 実際コックピットに座れるんですね。でコックピット座るだけなのか確かなんかあの機体の背中にもなんか歩けたような、なんかそんな写真撮ってる人がいたんですね。おととしありましたね。で私も歩いたんですね。その時見たらちょうどなんかね、百里から飛行機ごと借りてきてたらしくて、あの舞台のマークが違うんであれと思ったのを覚えてます。なるほど、すごいですね。今だいぶ開かれてますね。以前は違う、いやもう、感じだったんですね。わしがいた頃にコックピットの公開をしてもいいかどうか、わーわー議論してる頃でした、私は。で、わしがもう自体去る前後ぐらいの頃に、やっとあの一般公開するようになったんですけど、機体の上を歩くまではいかなかったですね。なかなかね、歩けないですよね。はい、なるほどですね。あれ、実はあの一枚の鉄板のように見えて、まあ、やっぱ複雑にアルミが閉じてあるんで、歩いていいとことダメなとこあるんですよね。マーキングがしてあって、だから誰でも彼でもポイポイっていうわけにはちょっといかないんですけど、どうやってるのかな。なかなかあの以前の放送でちょっと言ったけど、ほらあの飛行機って鉄の塊とかよく言われるけど、実際鉄の塊じゃなくてもあのペラペラ、まあ、ペラペラっていうのもペラペラです、はい、っていうのを言ってて、だから結構あれも重厚そうに見えて実は、うん、ペラペラっていうことなんですよね。今ツイキャスのコメントですね、あの F15 の左コンソールの一番前を触れてください、これはだからその話題に触れてくださいってことなのかな、振ってくれってことですかね。とはい、なんか左な何かあるんです、左コンソールの一番前、キャスと呼ばれる装置が、はい、のスイッチがありますね。左の一番前っていうと、ほうほう、確かキャスだったと思うんですけど、ね、キャスとは何ですか。はい、CAS と言いまして、まあ、簡単に言うとあの、はい、飛行機の安定性を保つための、うん、まあ、コンピューターと思ってください。バランスを保つというか平均、そうですね、うんうんうん、あの戦闘機ってあのよくパカ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 よく動くんですけど、あの言い換えれば安定してないんですよね。常にフラ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 してるんで、普通そういうコンピューターの補助がないとまっすぐ飛ぶのも難しいんですね、はい、その補助をしているコンピューター部分です。厳密に言うとあの操縦桿を動かすと、まず油圧でこう羽がパタンと動くんですけど、はい、そこからさらにそのキャスと呼ばれるコンピューターが電気的にさらに細かく動かすんですね。そうなんですか、はい、なんで、まあ、F15 のコックピット、まあ、今回公開されてるみたいなんですけど、うん、もし座ったり見られるチャンスのある方はこの操縦桿のこう持つグリップありますけど、スイッチがいっぱいついてる、うん、それの下にですね長方形の箱がついてるんですよ。これがそのキャスのためのセンサーになってるんですね、はい、なんで操縦桿を動かすプラスそのセンサーも動かして、うん、油圧プラス電気で動いてるのが一応 F15 になるんで、左前のパネルはそのキャスの制御のためのものですね。そうなんです、結構大事なところですね、うん、そうですね、あの実際スイッチ切っちゃうとふわふわになります。操縦桿トンと倒してものたのたっていう、ゆっくりしてる感じなんですね。動きになります。はい、あ、なんかさ、あのなんか左じゃなくてなんか右
の方みたいですね。右コンソールの右側は今度何があるんでしょう。右は酸素系統ですね。酸素系統、はい、ほうほう、マスクしてるん で、ね、オキシ、はい、オキシゲンですね、うん、圧力のかかったこう空気が入ってくるんですけど、うん、普段は外の空気をこう圧縮してちょっと加圧して送ってくるんですけど、はい、高度上がるとだんだん酸素の量がこう少なくなるんで、はい、自分の機体の中に酸素のタンクがあるんで、そこから酸素をちょっとずつ混ぜてって送ってくれる、その機械が右の前にあります。おー、なるほどですね。なんか勉強になりますね、うん、いや勉強になって覚えたのどこで使うんだろうなっていう勉強でも実際ねやっぱり行って何も分からないで見るよりは多少何か分かってる方が楽しいような気がします。くれぐれも赤色とか黄色いスイッチをこう引っ張らないようにしていただければ、ね、吹っ飛んでちゃう。そうですね、あ、そう、吹っ飛んでいくで思い出したんですけど、あれです、先週ツッコミのあったダイハード、あ、ダイハード、ダイハードですね、はい、あれそうです、あなた早速見たんですけど、はい、その射出される飛行、ああいう輸送機で、はいはい、脱出装置とかあるのかなみたいな。ありますよ。あるんですよ。機体もあります。はい、ブルース・ウィリスが、そのテロリストがスコートしてる将軍が、はい、輸送機で来たじゃないですか。はいはい、来て、でその機に、まあ、入れ替わりになって、で手榴弾投げ込まれて、バーンって逃げていくっていうのがあったけど、はい、でなんかそういうのを調べてたら、普通なんかついてないよみたいなのが、そうです、普通はない、うん、普通はない、思います、はい、ついてるのもある、ついてるのもあると思います。で私も具体的についてる機体がどれなんだろうっていうのは私も知らないんですけど、はい、なるほどですね、うん、電気いらないんで、うん、引っ張ったらいつでも上がっちゃいます。お、電気も油圧も何にもいらない状態で、はい、レバーだけ引けばすぐ火薬が点火するんで、はい、地上に置いてる飛行機も座ってガチャって引っ張ったらドーン、ああ、ちょっと怖いな。なっちゃうんです。くれぐれも触らないように。前にイベントで、他の木更津だったかな、陸上自衛隊のチヌークに乗ったことがあるんですけど、うん、あれはなんか窓枠の周りのテープに触ると窓枠ごと窓が落ちていくとかなんとかって、ね。ドアとかが変形して出れなくなった時とか。着水してすぐ出なきゃいけないの時に、はい、窓の枠のところに火薬が入って、あ、そうなんですか、火薬が入ったり、クイックリリースって呼ばれるこう止め金で止めてるだけの状態になってて、レバーとかテープ引っ張るとそれがバシャンって外れて、はい、ポロッと取れるようになってるんですよ。普段は絶対取れないんですけど、ね、だもうそれだけピッて引っ張ったらバーンと取れるんで、そこから飛び出すっていうようなシステムはついてます。だいたい見学しても触るなって言われますよね、でも触るなって言うと触りたくなりますね。でまたチヌークの中ってすごいうるさいので、実はこの距離でも話し声聞こえないっていうか、あとエンジンの耳栓するんだけど、その耳栓してもなんかずっとこうチヌークの音がなんかエンジンのロータ音がずっとなんか耳に残ってるような、まあなんていうのかな、ちょっと離れた部屋で、うん、掃除機の脱水が回ってるような音、あ、分かるような気がする、洗濯機、ね、洗濯機の脱水が回ってるような音がするっていう、なるほどですね。あ、そうで、ツイキャスコメントでなんか何の準備もなしに弾いたらキャノピーに首がヒットしそうって、トップガンで確かなんかそんなありましたね。しますね。後部の、はい、後ろの方があれ、ドン、うん、あんまりはっきり覚えてないけど、あれ結局首折ったみたいな感じなんですか。そうですね、首折った感じですね、うん、映画だと。絶対押すなよそう、あ、で、ちょっと F15 の話がそれるんですけど、ついでに聞きたいなと思ったのが、そのライハードの要は、ILS いじって下ろすシーンの突っ込みどころとか、あれ実際できるもんなのかなみたいな。いや、あれは無理です。無理ですよね、はい、ILS の電波そのものはもう独立して置いてあるので、はい、角度は外部操作で変えれないんですよ。ああ、はい、なるほど。あそこはこれ面白いなと思いながら見てましたね。いや、なんだろう、まあ、テロリストの目的が墜落させることだ、高度を間違えさせて墜落させることだったら、はいはい、全部切って、はい、要は管制で、はい、なんですか、 GCA ですね、ですね、あれで落とせばいいんじゃないかという、まあ、ちょっと恐ろしいことを考えたんですけど、はいはい、なんかもうそういうネタはなかったのかなみたいな。まあ普通はでもコード系見ますからね、うん、あ、 GCA でも多分今から、はい、うん、
ファイナルから何マイル、高度何フィートって時々は情報くれるんで、はい、自分の景気と違ってたら、うん、あれっていう話やっぱなりますから、ですね、現実はあれはありえないって言ったら映画見る人ごめんなさい、つまんなくなっちゃいますね、ごめんなさい。やっぱりでも気にしちゃうんで、そう、あの飛行機の高度計があるじゃないかと、だからいくら仮に ILS いじれたとしても、はい、あのパイロットは飛行機 の高度計の方を信じるから、はい、あのダメだ、結局通じないよみたいな、そうですね、うん、だと思います。ですよね、なるほどな。そういえば戦闘機って ILS の自動侵入的な機能あったりするんですかってありますね。 F10 はありません。ありません。速度全て手動です。これは何か理由とかあったりするんです？使わないから。使わない、使う必要がない。もともと F10 が開発して出たときに、はい、ILS そのものがそれほど精度も、まあ、なかったっていうのはあると思うんですね。今でこそすごい精度高いしあれだけで降りれますけ ど、はい、なるほど。もうなんだかんだ言っても30年ぐらい飛んでる飛行機なので、あの飛行機も、はい、当時の設計思想になかっただけだと思います、はい、ひょっとしたらこれから先できる飛行機は積んでるかもしれません、はい、なるほどですね、分かりました。なんか聞きたいこととかあったりとか話したいこととか、F15 とかイベントとかで変態飛行とかありますよね、うんうんはい、あれって要するに前なコックピットの方から見て隣ってすごい近いなって思ったりとかすることってありますか？ああ、うん、慣れちゃいますね。すいません、簡単に言うと慣れちゃいます。一応ですね、翼と前後と上下と前後でこう空間が空くようになってるんですよ。1メートル弱ぐらい空いてるんで、慣れてしまえばそうでもないです。あ、なるほどですね。慣れるまで怖いですけどね。やっぱり怖いんだ。やっぱヒヤッとしますよ、ね、うん、なんかこう背中に変な汗が流れるみたいな。なんかこう下から見ててもこれ10メーターないよなみたいな。あ、もう全然全然ないよなっていう感じがしたので、はい、数メーター以下です。はい、もうなんか変態飛行、皆さん別の変態の方でなんですね。さすが空飛ぶたぬきさんのリスナーさん。そこはさすがっていうところなんですかね。なんかすごいツッコミ私が入れたいんですけど。まあそろそろちょっとまあ締めの番組も締めの時間になってきたんですけど、うん、本当もうあっという間、まあ、1時間、まあ、実質、まあ、40分ぐらいなんですけど、足りないですね。足りない、まあ、だけどちょっとね、2時間番組にするまだ金銭的な余裕がないから、だからスポンサーさん、ぜひお願いしますっていうね感じで。ね、翔也くんも喋ってないし、ね、濃かった、結構濃い、汗かいただけですね。ね、口開いてたよ。てか、今頃エアコンも効いてきたしみたいな。そう、で来週なんですけど、まあ多分来週の放送もしかしたら今年最後の放送するかもしれない。うん。うん、で、本当は25日までできるんですけど、25日は音楽流すか、はい、もしくは今、交渉してる、ゲストさん出ることできたらやる、うん、それやるかなぐらいですね、うんうん、で、まあ、来週のネタなんですけど、大体もうこの時期になったらよく今年の重大ニュースとかっていうのが出てくるけど、うん、まあ、それを飛行機関連で今年の航空重大ニュースみたいなのを来週はやろうかなと思ってます。なんかお二人なんかあります？まあ、でも10個出せってわけじゃないんですけど、今年なんか印象に残った航空関連の事件とか。あ、航空宇宙。はい、航空で、あ、航空宇宙も含めても、宇宙だったらやっぱ優位が上がったところですね。それが一つと、あとは航空だったらやっぱ MRJ でしょうね。MRJ はもう素晴らしいと思います、はい、私は。あ、はい、頑張ってほしいな。なるほどですね、うん、MRJ と、ゆいさん、あとか後輩なんですかね、同僚って言った方がいいと思います。あ、そうなの、はい、おお、すごい。みちさん、何か。私ですとね、やっぱり飛行機ネタだとやっぱりどうしても新しい機材がって言って、やっぱりちょっと、はい、今大変なことになっちゃってるちょっと第一航空さんの、はい、ツインオッター400っていうのもちょっと乗りたいなとは思ってるんで、 はい、あとですね、あともう、もう機材は来てるんですけど、来年の1月あたりからだったかしら、天草エアラインに ATR が入ると、うん、国内では確か初めてのはずなので、それがちょっと乗りたいなって今ちょっと思ってます。なるほど、分かりました。まあそうですね、結構ツイキャスのコメントでもなんかたくさん来てますので、まあ、来週はちょっとそれで、はい、行こうかなと考えてます。うん、ちょっとここでスポンサーさんの紹介なんですけど、スポンサーさんというか番組協力してくださってる、
ノッチフラップという航空バーが、那覇市境町、境町というちょっとディープな飲み屋街に、はい、あるんですけど、飛行機好きな方でしたら本当もう、ものすごく楽しくなるような、うん、お店が、沖縄の那覇市にありますので、エアフェスタとかで沖縄来られた方とか、まあ、それか以外普段、まあ、観光や、多分、まあ、嘉手納那覇普天間とかその撮影とか来られた方とか、ぜひ、那覇市境町の、境町ロータリービルの2階にあります航空バーノッチフラップ、ぜひこちらの方も覗いてみてくださいですね。一応明日の晩あたり私いると思いますので、はい、気になった方で那覇の方よかったら一緒に飲みませんかという話になります。そうですね、多分明日も明後日もいるような気がします。で、僕も多分今日行って、明日はちょっとFM ギロワの忘年会なのでちょっと行けないんですけど、明後日いるかなみたいな感じですね。はい、うんうん、それでは、この後はですね、22時からは、FM ギロワ DJ マシャワールドです。で、ツイキャスで、まあ、聞かれてる方、まあ、すでにご存知の方もあると思うんですけど、その後もたぬきさんのツイキャスがだいたい11時ぐらい予定されてるんですよ。多分それぐらいされてるそうですので、はい、ぜひ、よろしくお願いします。それでは、じゃあもう、はい、じゃあ最後締めの、はい、で、あ、もうないね。じゃあお疲れ様でしたって、はい、言えなかった。お疲れ様でした。ツイキャスまでちょっとごめん、ね、はい、上げて。受ける。いや、すみません。